久保さんおやおや吉弥さん 4K ですかとまあちょっとね今ね熟成さんのあやさんあやさんとちょっといろいろ回っておりまして、はい、で、そのあやさんからですねこの前ちょっとシェアしてもらった言葉がありましてあのその言葉めっちゃいいんですよ「思いは手法の上流にあり」 思いいは司法の上流にありっていうね吉根さんこの言葉知ってますか?」っていうふうに言われて「なんすかそれ?」みたいなねまあ一言で言うと、まあ、この「億万長者合宿」でもいろいろ言ってるんですけどまあどう思うかっていうね松下幸之助さんの話でね「思わないと始まらないよ」っていうまあまあそれのちょっとかっこいい言葉ですね「思いは司法の上流にあり」っていう、まあ、ちょっとかっこいい感じにまとめたなっていう,もうこういう言葉があるんだっていうね まあだからまあ結局その自分がどうも思ってるかですよねうんあのなんだ久保さんがまあそこねどっちに転んでも損がない状態だからリスクヘッジをしようと思っているのか思ってないのかっていうねこれさえやれば一攫千金しか思ってなかったのかもしれないですねこける人は。 いや、待てよと。確かにこれはおいしい話だぞ。おいしい話だけれども、おいしい話には裏があるかもしれないし、裏があったとしても、これはまあ、素直に聞いたらおいしい話だと。いや、乗っかるべきか、乗っからないべきか。いや、仮にじゃあ乗っかってみよう。じゃあ乗っかって、これがダメだった場合、もう一つどうするっていう、この何層にも思考を横展開して、思考を横展開して、で、えー、リスクヘッジをするかしないかですよね。 だ結局思考を横展開せずにこれが儲かるこれさえあればみたいなねやっちゃうと失敗するかもしれないですねうーんだからなんだろうなまあ僕はね最大のリスクヘッジをしてるんですよで最大のリスクヘッジは何かっていうと他に手を出さないっていうリスクヘッジですうんコストがかかるものに、えー、手を出さないっていうコストがかかるって何かっていうと投資ですよね投資は お金がかかかるわわけですすよかります FX にしろ株にしても仮想通貨に関しても絶対手出しいるんですよ。絶対手出しいります。ああ、そうですよね。 だけどそういうのに僕まだ手出してないですよ。まあ、FX はやろうと思ってるんですけどそれは余剰資金がしっかりできてからって決めてるんで余剰,余剰で1000万2000万余剰資金で1000万ですかねそれができたら、まあ、その1000万が溶けても余裕余剰ですからね1000万溶けても余裕という余剰資金ができたら FX を本ちゃん回すとただその本ちゃん回す前にデモトレードでバーッてやってると思いますけどねでデモトレードで情報発信してアクセス集めとくっていうね まあ、いろいろ戦略あるんですけど、なんだろうな、僕の場合は、この情報発信に関しては、いくらやってもお金減らないんですよ。申しますね。この情報発信いくらやってもお金減らないんですよ。もうマジタダじゃないですか。ね、お金減らないんですよね。だから、まあ、どれだけやろうがマイナスになることはないっていうね。でも、FX とか株とかこけたらマイナスになるじゃないですか。マイナスというか、まあ、 あの資金ショートというかね、資金全部溶かすみたいなね。資金溶かすことがないですもん。YouTube 登録費用0円ですし、月額費用0円だし、まあ僕ね、インスタもうちょっと久保さん、インスタはもうちょっとで1万人になるんですよ。もうちょっと今9600人ぐらいフォロワーになってきて、まあ多分年内中には1万人いくんじゃないかなっていうのはね、ようやくですよ。ようやく。まあこれね、5年ぐらいちょうどやってるんですけど、じゃあ5年、僕インスタやってますけど、 インスタにお金払ったの0円です1円も払ってないすごいっすね。インスタありがとう。YouTube ありがとう。YouTube を2万本くらいアップしてますけど、こうサーバーでかかるんでね、0円なんですよ。こんなありがたいね、このご時世ね。だから僕はもう、もう余剰資金が出ない限り、投資には手を出さないというリスケヘッジですね。だからもう無料でできることをもう全力でやって、で、えー、他のものには手を出さないという。 究極のリスクヘッジかなっていう <laughs> うーんまああとは無料でできるんだからやらないことがリスクかなと思いますねだからやれてないんだからそれやれてないってことはそれがもうリスクだよねって話です全然リスクヘッジしてないじゃないと情報発信なんか今すぐ今日やろうと思えばできんだからまあこの億万長者シリーズでもね何度も何度もやりましょうっていうのはね言い続けると思いますしこれからもね これからもね言うと思うんですけどうんどっちに転んでも転びようがないですよねなんか転びます転ぶという概念はないよ。まあ再生数0でもね再生数1でもねお金かかんないですようんお金がなくなることはないじゃないですかもはや自分のスキルは上がるしあのアクセスが集まる可能性も上がるしいいことしかないと思うんですよねなんか悪いことあります 情報まあ、ネットビジネスで稼ぐんだったらそもそも情報発信しないといけないんで、うんまあ、おおいや吉永さん僕はネットビジネスやりたくないんですよっていう場合は別にいいんですけど、うんまあ、今日もね移動しながらまあ結構その道路が、ねこあのまああのー、工事してたりとかして片側通行みたいなねあったりし結構したんですけどそこ,そこでこう誘導してる人いるんですよ。 で大体5060なんですよまあその5060歳の人がねクソ熱いですよまだクソ熱いもう,もう真っ黒ですよ真っ黒もう肌色真っ黒でクソ熱いのがこう立ってやってるわけですよじゃあそれがね多分まあなんだろうな好きでやってるのかっていうと多分好きでやってる人ってあんまいないと僕は思うんですねまあ中にはいるかわかんないですけど でもそれってなんで好きじゃないのに5060になってもうこんな汗バクバクでこうやってるのかっていうと多分選択がないんですよねうーんだからもう選択がなかったらやるしかないじゃないですかそこでしか働けないってなったらうーんだから選択を増やすっていうかまあ情報発信するといろいろ選択を増やすことができるんですよいろんなそのなんだろうな 大ききく膨らますすこととがででるんですよ横展開したりとかだって YouTuber のヒカルくんなんかもうめちゃめちゃ横展開してるじゃないですか今なんかもう YouTuber じゃないっすよね何だろうななんか企業請負い人みたいな企業再生請負い人 YouTuber みたいなね <laughs> どういうことやねみたいなねもう多分ヒカルくんにどんどん企業がね頭下げてお願いしますみたいなねだからそのジョイフルだったっけねジョ,ジョナさんか なんかもう1億か2億上げたりとかまあ他にもねなんかいっぱいやってきましたけどなんかあんなもすげえ横展開してますよね最初ね光くんの初動って最初ってあれですよあのゲームチャンネルでパワ,ープロじパワープロ実況野球をビデオカメラで映してあのただこれだけですからねだいぶ横展開したんじゃないですか最初 YouTube のやり方がわかんない とりあえずでもやろうってってすぐビデオカメラ買ってきてでビデオカメラでテレビ画面をビデオかあのパワープロをパワープロのゲームのテレビ画面をビデオカメラで撮ってあのスクショみたいなあのスクリーンラなんだパソコンで録画とかそう,いうそういうのとかねかそういうのよく分かんないだからあと <laughs> これ見れば分かりますからヒカルズゲームチャンネルどうですかだいぶ横展開してません ここまで横展開できる情報発信ってビジネスってなんかなくないですか <laughs> いくらでも横展開できますよまあビジネスだったりとかまあい,、まあ、いろんなことが横展開できるでしょうねうんもっと言うならばもっと言うならば例えばあの情報発信することによってなんだろうなあの結婚できるかもしれないでしょまあいい彼女が見つかるとかね うん、プライベートもその仲間ができるとかね仲間ができるとか同志ができるとかうんなんだなんかもう本当にもうありとあらゆるものが横展開できますからじゃあ何で情報を発信するとこの横展開ができるのかっていうと自分の存在を知ってもらうこと何で,で,で横展開できないのかっていうと自分の存在を知られてないからですよ で自分の存在を知っている,いるのが家族会社それぐらいでしょ取引先ぐらいじゃないですかえその横展開って限界じゃあるよねて話なんでもこのネットを使って情報発信して俺こういうことやってるよっていうのをすれば別にもう距離関係なく全国世界に行けるわけじゃないですか、まあ、こんな横展開ですよねうんだからその5円も5円とかもね世界規模ですよもはやネット使えば テイクノロジー使えばだから全部もう人生の可能性がガンガン広がるんですよわかりますだけどちっちゃいことやちっちゃいんかそれやらないっていうなんでやんないのかな、まあ、広げたくないんだったらいいんですよ今の会社が幸せで今の会社の給料がめちゃくちゃ良くて なんだもう満足ししててまますす超充実してますそれいいじゃないですかでなんでこういうこと言うかっていうといやそれが嫌でね今の生活が嫌で今の収入が嫌でネットビジネスやりたいっていう人がまあこの億万長者合宿はそういう人で開催し,たしましたからねでもやんないんですよなんでってなんでってなんでってみたいなまあ億万長者合宿はね本編はもう2年前ですよ 2年前に合宿をやったんですよ、本当に。リアル合宿をね、湯河原で。湯河原ってところでやったんですけど、まああれから2年ですかね、多分、億万長者合宿に参加した人より、僕と久保さんが一番やってますね、情報発信。何なんでしょうね。<laughs> 久保さんと僕はお金払ってないですよ。お客さんはお金払って参加したのに、関わらずやってないっていうね、僕たちはお金払わないけど、やりまくってるっていうね。 なんなんでしょうかねい,いってらっしゃい